このスゴロクゲームではプレイヤーは最大4人まで遊べます。最初にポイントやカードを受け渡す親役を1人、 CO2 インジケーター係を1人決めておきます。最初にサイコロを振る人を決めたら、右回りの順番でサイコロを振って出た目の数だけ駒を進めます。駒が止まったマスでイベントが発生します。プレイヤーは全員に伝わるようにイベント文を声に出して読んでください。なお、イベントで後戻りした場合、新しいイベントは発生しません。イベントでポイントが増えたら、親役からその分だけポイント紙幣をもらいます。逆にマイナスポイントのイベントが発生したら、親役にその分だけポイント紙幣を渡してください。ポイントが足りなくて払えないときは、その分だけ親役からマイナスポイント紙幣をもらいます。親役は忙しいので、前のプレイヤーのポイント受け渡しが終わるまで待ってからサイコロを振りましょう。 CO2 インジケーター係は、 CO2 が増えたら針を右に、減ったら左に動かします。この針は大気中に放出される CO2、 すなわち二酸化炭素の量を表しています。プレイヤーは分岐点を通り過ぎるとき、 CO2 インジケーターが0以下であれば 1.5 度コースに、0より大きい数字であれば4度コースに進みます。4度コースは平均気温が4度上昇した世界です。気候変動による災害は 1.5 度上昇コースよりもより厳しいものになっています。適用カードゲットエリアでは、矢印の方向なら自由に道を選んで進むことができます。このエリアではポイントと引き換えに最大で7種類の適用カードを手に入れることができます。また保険に加入できるマスに泊まることができれば、1000ポイントを払って災害保険に加入することができます。気候変動による災害イベントが起こったとき、同じ分野の適用カードを持っていれば被害はありません。また逆にポイントがもらえるイベントもあります。保険カードを持っていれば、ゴールするまで何度でも気候変動による災害イベントでのマイナスポイントが半分になります。ゴールのマスにはサイコロの目の数が余っても上がれます。早くゴールするほど多くのポイントがもらえます。合計ポイントが最も多かった人が、未来の地球環境によりよく適応した人として、このゲームの勝者となります。最後に、このゲームの肝はマスに書かれたイベント文を声に出して読むところにあります。なのにろくに読まずにどんどん先に進もうとするあなた、それじゃあこれただのスゴロクになっちゃいますよ。